長野県道37号長野信濃線は、長野県長野市若松町から、上見の地郡飯綱町を経由し、上見の地郡信濃町柏原に至る県道である。長野市と飯綱町、信濃町とを短絡する路線の一つである。同区間を大きく、東に迂回して結ぶ、国道18号に対して、本路線はほぼ一直線に、長野市街地と信濃町とを結ぶが、途中に、 坂中峠など道の険しい部分がある。上松五サロ浅川登場交差点では、長野市街地と市内有数規模の住宅地区とを結ぶ動脈として、また、飯綱高原、戸隠方面へのアクセス道路としての機能を持つ、終点近くの小技から、通称は、人志総線。長野市街地の北側、国道四百六号と交差する長野市、若松町交差点を起点とし、 長野県長野西高等学校に向かう上り坂を北に進む。同校直前の横沢町交差点で西に向かい、善光寺の外周道路の西側北側を経て、城山公園西交差点で再び北に進路を取る。箱清水、揚松の住宅地を抜け、揚松交差点で、指導長野大通り線、SBC 通りと交差する。ここまでの区間は、通勤ラッシュ時だけでなく、 全光寺参拝客によっても大変混雑することがある。正月やご会長など、全光寺参拝客が急増する時期には、全光寺周辺で一方通行など、臨時の交通規制が敷かれる。上げ松ご猿から湯野や小学校西交差点までは、長野大通り線から連続する四車線路となる。この付近は、長野大通り線と一体となって、若月、 浅川の住宅地区と長野市街地とを結ぶ幹線道路の機能を果たしており、通勤ラッシュ時には大変混み合う。湯野屋小学校西交差点以北は2車線路に戻り、浅川登場交差点で、飯島高原、都学市方面へのメインルートである、浅川ループラインと分岐すると、その先は坂中かか峠に向かう山道に一変する。 ヘアピンカーブの連続するアイロであるが、峠の頂上部は、坂中トンネルを中心とした、坂中バイパスにより改良されている。坂中峠を越え、飯綱町に入ると、旧カーブや境愛部はほとんどなくなり、2車線の回送路が続く。品濃ゴルフクラブ西側で、品濃町に入り、高原の田園地帯をほぼ一直線に駆け抜けると、一思を交差点で、 長野県道36号品野新周新線に合流終点となる。県道36号北東に向かうと黒姫駅、国道18号と連絡する。トンネル橋梁起点付近の経路の変遷。ありがとうございます。